皆さんこんにちは。中野春弘世界一周の旅です、今回はフランスシリーズの3回目、こちら今日も山本社長、日本コムジェストの、代表でございます。よろしくお願いします。まあ、前回のところで、フランスの産業の構造とかね、文化の話もして、それでフランスの代表的な企業の話にちょっと、ね、流れがいって、でダノンで終わりましたけど、ちょっとこのダノンというあのコムジェストさんが運用する中で大好きな銘柄の一つありますよね。この非常に面白い会社だと思うんで、ちょっと山本さんにいろいろ語っていただこうと思うんですけど、ダノンって僕らもヨーグルトのダノンぐらいしか知らないんですけど、どんな会社ですか？ダノンというのはまさにあのヨーグルトの会社なんですけれども、多分もしかすると皆さんにはヨーグルトよりもミネラルウォーターとかの方がもしかして馴染みがあるかもしれないですね。例えばエビアン、エビアンとか、あれダノンですか？コルビックもそうですか？こういったあの水なんかも実はダノンの製品なんですよね。そうですか。ボルビックも、ね、あのエビアンもその辺で結構安く買えますもんね、はい。で結構そのエビアンにしてもボルビックにしてもやはりブランドありますよね。でやっぱり水ってすごい高いと思いませんか？高いですよね。 500ml で100、20、30円、高いと思います。ガソリンよりも高いです。そうですよね。おっしゃる通り、ガソリンは1リットルで150円とか160円ですから、ね、圧倒的に水高いですね。それだけ付加価値の高いものをやってるようなのもダノンの一面ですね。ダノンってちょっと分かりやすくお話してほしいんですけど、例えば日本の会社でいうとどんな会社と同じような産業になるんですかね？そうですね、まあ、食品ですので、まあ、日本で、言うと、まあヨーグルトをやっている乳製品、乳業のメーカーさんなんかが同じですけれども、そのコアのところはそういったところ で、あのその中の結構、まあ、壮大に主要部分を占めてるんですけれども、あの得る飲料メーカーさんとかのような部分というのはありますよね。なるほど。でそれに加えて、あのやっぱり将来のところを見据えて今伸ばしているのが乳児食品とか機能性食品のところ、そういったところを伸ばしているので、少しヘルスケアの要素もあるかもしれないですね。フランスっていうのは日本のよりも、ある意味で成熟経済の先輩国じゃないですか、はい。成熟経済の日本なんかも当然そういう普通の食品なんかも内需が盛り上がらないから売り上げ伸びないですよね、はい。そういう中でダノンって常に成長を続けている、この最大の理由は何でしょう？これやはりあの面白いのはそのですか、乳製品特にヨーグルトというのは成長産業に見えないですよね、我々日本人から見ると。ですけども世界的に見たら実は成長産業なんですよ。これダノンのヨーグルトですけども、例えばヨーグルトの消費量、はい、実は日本の消費量というのは欧州の半分しかないんですね。で欧州の日本ですら欧州の半分ですから、もっと所得の低い新興国というのはもっと低いわけですよ。というかまだ食べてない人たちがたくさんいますよね、うん。そうするとそいつたちの所得が高くなって、で健康にいいということでヨーグルトの消費をしていくとなると、うん、結構な需要が見込めますよね。ヨーグルトって毎日ギリギリで食べてる人は食べるものじゃないじゃないですか、うん。余裕が出てきたらよしちょっとヨーグルトでね、はい、少し健康になろうかなと。そうですね。で実はダノンというのはそういったこれから伸びる新興国で 51% 売り上げ上げてる企業なんですよ。新興国経済の半分以上をダノンが取っちゃってるんですか？ダノンの売り上げの半分が新興国なんです、ね。ダノンの売り上げの 51% は新興国経由なんですか？はい。ということは新興国企業じゃないですか？そうですね。もう本当に売り上げはそういったところから上げているですので、そういった成長を取っていけるというのは一つですね。それから先進国で消費が新興国で増えないかもしれないんですけども、先進国でやっぱ付加価値の高い製品を投入するということで成長していこうということをやっています。今今日はちょっとそちらに日本の国産の、ね、これ、ヨーグルト、僕がいつも食べてる僕の好きな銘柄なんですけどね。これとのなんか違いって何なんでしょう？これはたまたまですね、この近くのスーパーで今日買ってきたんですけども、はい、こちらのダノンのビオ、これで200円でしたんですよ。でこちらのヨーグルトが160円だったんですね。ちょっと安いですね。ちょっと安いですけど、40円で200円の商品に40円下がるってすごい差だと思いませんか？でかいですね。でかいですよね。でそれだけ
の差があって、今日本はデフレだデフレだで結構家計もかなりこう引き締めているような中でこちら買う人もいるんですよね。でその差って何かというと、こちらのヨーグルトも食べてみたらすごい美味しいヨーグルトですよね。美味しいですよ。でダノンのヨーグルトも美味しい、ただダノンのヨーグルトの方が美味しいだけではなくて健康にという付加価値をお客さんにこう売り込んでいってるんですよね。ですのでヨーグルト食べたい人はもしかするとこちらを買うかもしれないんですけども、やっぱり健康にヨーグルトを食べたいなという人は40円高くてもこちらを買いに行く。ということは、まあ、日本のような進んだ先進国だから当然同じような技術が結構たくさん、はいうん、その中でもやはり一定のビジネスがダノンというブランド価値でできるっていう、はい、このやっぱブランドの付加価値の強みって、ね、そうですね、まあ、ましてやじゃあ新興国に行けば、それはやっぱりよりその強みになるということでしょうし、逆に言うと新興国は付加価値いらなかったりする、はい、そうですね。で新興国での取り組みで非常に面白いのが食育ですね。でちょっと話が変わるんですけども、日本人ってカレー好きですよ、ね。はい。なんでカレー好きになったか分かります？それはなんかインド人が食わしてくれたかじゃないんですか？そうなんです。戦後インドがカレー粉を日本に支援をしてくれて、それで学校給食でカレーを出してたんですよね。それによって味が慣れたので、日本人ってカレーが好きなんです。でそれと同じように、今ダノンっていう会社はバングラデシュとかいう途上国で、もう子どもたちにヨーグルトをこう食べられるようにしている、そういう活動をやってるんですよ。そうすると今はまだビジネスにならないかもしれないですけど、そういう食べる習慣があると大人になってからやっぱり食べていく、そういう結構長期的な考え方でビジネスを展開している会社ですよね。先行投資してですね、まあ、ダノンという会社は僕も大変尊敬する会社ですし、もちろん日本でもこの会社も立派な会社ではあるんですけど、残念ながら日本のこういったいわゆる一流の食品企業に対してダノンなんていうのは圧倒的に利益率が違う、売上高利益率が多分倍ぐらい違うと思うんですね、うん、この要因って何ですか？やはり一つはやっぱブランドをベースにして付加価値の高い商品をお客様に提供できているというのが一つで、もう一つは大胆に事業のポートフォリオを付加価値の高いところにシフトしているというのが、ね、ということは要するに売却するまた新しいのを買う、はい、事業ポートフォリオをしっかりと常に入れ替えている。で実際2007年にダノンという会社は自身のビスケットの製造部門を、アメリカの企業に売却をしているんですね。そこで結構多額のキャッシュを獲得して、うん、でそれを使って、オランダの乳製品の会社を買収してというようなことをしているんです。で最近結構噂で出てきたのはこのダノンの水ビジネスを売却をするような噂も出て、ましたね。ノルディックなんかね、はい、売るってやってましたよね。これ非常に重要な話で、グローバル企業の、高い売上あるいは売上高利益率を維持するビジネス戦略の第一な部分です。で、まあ、残念ながら日本の企業がその部分大変遅れてるっていうのが事実なんですけどね。まあ、ダノンなんていうのはフランスというよりもむしろグローバル企業の一つの手本として大変勉強になる会社だと思いますので、ぜひ皆さんもね改めて見ていただければなと思います。そうですね。いや本当なんか素晴らしい話聞かせていただきました。私どももやっぱ長期投資というコンセプトで、はい、まあ、運用していて、それに共感いただいて踏み入れていただいていると思うんですけれども、やはりこういう常にこう成長していく、しかも長期的な視点でもって経営している会社ですと売る必要がないですよね、うん、ですのでずっと持っていて、ずっとそれを持っているだけで成長していくような企業を見つけていく、それがやっぱり私どもの付加価値だというふうに思っているので、やっぱり世界、まあ、特に欧州なんかでは欧州の中のそういった企業をやっぱり探していくというのが使命だと思います。そうですね、まあ、フランスの究極の長期投資家の会社でございます、コムジェスト、ね、ぜひこれを機会に覚えていただければと思います。我々も尊敬しており、事実、製造投資は、結構たくさんのお金を、ね、投資対象としてポートフォリオを預けてますので、ぜひ、まあ、これを機会に、ね、見ていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。